大人と子どもの歯医者さん、歯科医師の小野由美です。小野大地です。当院は生涯を通じて健康な体を維持していただくため、歯周病治療にも力を入れています。健康な体でいるためには、お口からお食事が取れることが何よりも大切ですよね。当院ではまず、お口の中の細菌の影響について患者様へお話しさせていただきます。今流行しているコロナだけでなく、認知症もお口の中の細菌が関係しています。当院では全ての患者様に異相差顕微鏡という特殊な顕微鏡を用いて無料でお口の中の細菌の状態を検査します。細菌の種類や数は一人一人異なるので、口腔内を正確に把握した上で処置を行うことが大切です。治療の成果が目でしっかり見えるところもいいですよね。その他、先生に言いにくいことでも私たちにご相談いただければ嬉しいです。当院は楽しく通って虫歯を作らない歯医者さんを大きなコンセプトにしています。虫歯で苦労したことがあるママは子供にはそんな思いをさせたくないと思っているはずです。ここには虫歯ゼロで座ってほしい、そう願って来てくださるご家族がたくさんいます。虫歯ゼロは本当に幸せなことです。仕上げ磨きに不安を感じているママや負担に感じているママこそ、プロの力を借りて無理なくお子様に虫歯ゼロのプレゼントをしてあげてほしいと思います。当院には歯が生える前の赤ちゃんも来てくれます。歯が生えていない赤ちゃんが歯医者さんに行ってどうするのと思われそうですが、実はとても大きな意味があります。歯並びやお顔立ちの印象はおっぱいやミルクを飲む赤ちゃんの時期に大きく左右されます。赤ちゃんの頃から歯医者さんに慣れてもらい、当たり前のように行く場所になってくれたら、パパもママも毎日の育児が少しだけ楽になりますよ。泣かせながら必死に通って病院へ連れて行ったのに、すぐに詰め物が取れてしまった、治ったと思ったのにすぐに新しい虫歯が見つかってまた治療。私たちはお子様だけでなく、忙しい中通ってくださるご家族にも満足のいく治療をしたいと考えています。無痛化で全ての虫歯を取り除くには麻酔が必要です。小気マスクを併用することで、できる子がより安心して治療に臨めます。そしてゴムのマスクを使うことで、お子様がより楽に、ご家族メリットとしては取れにくく満足度の高い治療を受けていただくことができます。当院は院内の感染症対策にも力を入れています。ヨーロッパ最高水準のクラス B 規格を満たした滅菌機や、治療に伴う飛沫・粉塵を吸引するための口腔外バキュームなども完備しています。患者様が気持ちよく安心して通っていただけるように、滅菌設備や感染症対策を徹底しています。また設備面では口腔内スキャナー、小気マスク、歯科用 CT、 エアフローなどの最高水準の医療設備も整えています。虫歯ゼロで子どもを育てること、気持ちよく笑い、お食事が取れるお口を維持させること、私たちはこの2つをここよりも深く丁寧に最高レベルで提供できるよう心がけています。あそこに通ってよかった、ほんの少しでもそう思ってもらえたら幸せです。私たちと一緒に子どもたちを健康に育てていきましょう。